光を減らすというのが、多分人類なかなかできないと思うんですよ。要はその、まあ、日本がなぜ不景気なのかっていうので、まあ、わかりやすい、要因として、人口が減ってるからっていうのがあるんですよね。要はその人口が減っていくということは、そのじゃあ、不動産の価値も下がっていくし、じゃあ、日本国内でビジネスをやってて、じゃあ、1% ずつ人口が減りますとなったら、売上 1% ずつ減るじゃないですか。で、そうすると、じゃあ何かその研究開発とかしたとしても、どうせ売上が減るんだから研究開発する必要ないよね。1% ずつ売上が減るんだったら、それは給料下がるよねってなったんですよ。要は普通に働いてたら毎年毎年給料増えるよねって思い込んでるんですけど、売上が 1% ずつ減るんだったら、じゃあ給料も毎年 1% ずつ減るよね。っていうのが資本主義の構造なんですよ。なので、資本主義の構造としてそれを解決するには人口を増やし続ける。金を払ってくれる人を増やし続ける。消費者を増やし続けるというのが、資本主義は構造上必須なんですよ。で、もちろんその、なんか人口が減っても、減った状態でなんとか安定させることが可能な国もあります。いや、その観光立国として生きていきますみたいなので、そのなんかいろいろなものを削ぎ落として、じゃあ観光だけで食っていくギリシャみたいな国も可能なんですけど、は、他の国が経済が回ってて EU の中にあるから許されるわけで、EU の中じゃなかったら単に没落してって、で、そのなんかいろんなその主要な企業とか産業とかを外国に買い叩かれて、なんか一生懸命稼いでも全部外国に取り叩かれますみたいな植民地の構造になってたんですよ。要はその植民地っていうのは昔はその武力で作ったんですけど、経済的に植民地って可能なんですよね。例えばじゃあその、日本の東証一部上場企業の時価総額が全部で600兆円とかそれぐらいかな？なので、じゃあ今後そのめちゃくちゃ円安になってきました。んで、アメリカ人のめちゃめちゃな金持ちが、東証一部上場企業の上場してる株を全部買いました。ってなると、日本の会社が稼いでるお金をどうコントロールするかっていうのは、そのアメリカの株主が決められるようになるんですよ。じゃあ日本人の給料を全部最低時給にしましょう。ではその上場企業というのが全て最低時給になりました。でも別にみんな辞められないんですよ。要はじゃあ上場企業以外がそこまで給料高いかっていうとそうじゃないし、じゃあ上場企業とかって福利厚生とかあるんだから、上場企業で働くよねっていう人がいて、働き続けて、で、上場企業ので働きながら最低時給でなんとか暮らす国になっちゃうんですけど、でも株主がそれ言った以上、社長もそれでやるから、逆らえないんですよ。っていう形で、植民地って昔そういう状態だったんですよね。いや、それが武力でやれたんですけど、今はその株を取るという形で、その会社のコントロールが可能なんですよ。まあ、オーナーっていうのはそういうものなので、まあ、もちろんその上場企業を辞めるっていう手段もあるんですけど、辞めて入る会社も日本の会社で上場してるところだと最低時給なので、なので、まあ、上場しないという選択をする可能性ありますけど、基本的にはどこ行っても買い叩かれるよねっていうので、いくら働いてもアメリカの人にお金取られちゃうっていうのが可能なんですよ。で、その通貨が安くなった国っていうのは、それがやられちゃうんですよね。例えばじゃあ、その観光地で京都にすごい観光客がいっぱい来ますっていうのが分かってるんだったら、京都の土地全部買っちゃうっていうのもできるんですよ。要はそのなんかじゃあ、1000万円、2000万円だったらこの家は売りませんっていう人が、で、じゃあその相場が5億だとして、じゃあ500億円出すけど売らねって言ったら、じゃあ500億なら売りますっていう感じで、その金で売らねえみたいなこと言ってる人たちも、これでなんか100倍とか出されたらやっぱり売っちゃうし、あとじゃあ本人は売らなかったとしても、じゃあその人が亡くなって息子たちが遺産相続ってことになった時に、その時に、その地価が払えなくなっちゃうんですよ。では例えばじゃあ、もともとじゃあ1億円の土地でしたと。で、それがじゃあ遺産相続っていう時に、1億円のまあ価値だよねと、遺族は思い込んでたとして、周りに外国人が500億円とかでバンバン買っちゃうと、その土地の価値が500億円の価値になっちゃうんですよ。では遺産っていうのは地価で計算するので。そうすると500億円分の相続税なんで、はい、250億円払ってくださいって国が来るんですよ。で、250億円払えないんだったら、まあ、国に持ってかれるか、もしくはそれを500億円で売って、じゃあ税金払うのどっちかになっちゃうんですよ。なので、結果として、その、絶対売らないぜって言ってる人がいたとしても、その人の寿命が尽きた時に、周りの土地の価格を上げ続けてると、結局その、相続する子供たちっていうのはその額を払えないので、ちょっとマイク差し直します。はい、すいません。はい。ちょっとマイク差し直しました。これで音質直るかな？いかがですか？あ、なんかだいぶ音質変わった気がする。はい。っていう感じで、その周りの地価を上げ続けてしまって、相続ができなくするっていうのも法律上起きちゃうんですよ。そうすると、じゃあ、その、
遺族の方々で、じゃあ250億円の相続税を現生で払えますみたいな人ってほとんどいないので、なんでそうなると、じゃあ、500億円で買える外国人に売るしかないよねっていうので、京都がほとんど外国人のものになってしまいますと。で、そうすると外国から観光客が来ますって言って、京都の街並みってすごいねって言って、いろいろお金を落とすんですけど、そのお金っていうのが全部その、アメリカの、じゃあ、地主だったり、中国の地主だったりにお金を持ってかれるっていう構造になっちゃうんですよ。なので、その植民地っていうのが、その、武力じゃなくて、お金でも今可能な時代になってしまうので、なので、その、元々の話とちょっとずれちゃうかもしれないですけど、なので、その、結局じゃあ、その、お金という資本主義というものがある限り、人口を増やし続けて、経済的に、その、他の資本主義の国と同じように経済的に渡り合えるぐらいになってないと、植民地になってしまうというルールなんですよ。なので、そのルールから脱落するというのは結構難しいので、人類は増え続けて、多分じゃあ月に、なんか基地を作りますとか火星に移住しますとか、じゃあもっと太陽系以外の銀河系の星に移住しますっていう形で、その消費者を増やし続ける、もしくは資源を取り続けるっていうのをやらなければ成立しない構造なんじゃないかなと思ってます。